ロド,ドリゴ・サントロは、ブラジル・リオデ・デジャネイロ出身の俳優である。身長190センチメートル、体重85キログラム。母国ブラジルでは絶大な人気を誇るスター。チャーリーズ・エンジェル・フルスロットルで、ハリウッドデビューを果たした。大学生時代に、本格的に俳優を志し、地元テレビ局のオーディションを受け始める。18歳でテレビ初出演、21歳で、 全国ネットのテレビドラマに抜擢され一役アイドルに。2001年、美チョデセーテカペイセスで映画デビュー、同年に、ロカルの国際映画祭新人賞、ラシフェ映画祭、ブラジル映画祭の最優秀男優賞を獲得した。初のハリウッド作は、アニメ、スチュアート・リトルの声優出演。2004年には、ニコール・キットマンの相手役として、シャネルのコマーシャルに抜擢された。 同年にピープル氏の世界で最も美しい50人にも選ばれている。2007年に出演の映画300-300では自らと異人種であるペルシア人の大王クセルクセス役を演じた。ありがとうございます。